日本時間の9月15日アメリカのイリア・マリニンがフィギュアスケートの US インターナショナルクラシックのフリースケーティングで4回転アクセルを成功させた羽生ズル選手が今年2月の北京五輪で挑戦したことも記憶に新しい女王技ですマリニン選手は演技冒頭のジャンプで4回転アクセルを見事に成功させると その後も難易度の高いコンビネーションジャンプばかりの構成に挑み、ショートプログラムの6位から逆転優勝となりました、スポーツ指揮者決言が土下座をして誤った、羽生譲るなきアットの競技会を牽引する存在になりそうだ。一方、羽生譲るはプロ転校後、メディアに積極的に出演している、テレビ、 東京スポーツの YouTube チャンネルでは7月19日に行われたプロ転向会見の約2時間後の独占インタビューの様子が全3回にわたって公開そこで羽生結弦の口から語られたのは衝撃の内容だった中学校1年生の時に自分が辞めたいとかではなく周りに もうやらなくていいよと言われたことがありました。重力もちろんスケートが好きなことは好きだけど、好きとかそういうもの以前に自分のやってきたものが全てなくなってしまうと思って怖くなって、どうしたらいいんだろうと訳がわからなくなったことが一回ありました。その時に、土下座しながらお願いします。やりたいですと言ったのが、 自分の中では一番大きな選択だったと思います。小学生の羽生結弦を指導していた鈴木翔一郎コーチがお母さんに怒られて血源が土下座をして謝ったという話を聞いたことがありますと週刊女性に明かしてくれた幼い羽生結弦やその母にとって土下座は重い出来事だっただろう。羽生結弦選手は 小学校の高学年にはすでにその頭角を表していました。4年の全日本ノービス選手権ではノービス B で優勝。5年は2位で。区分がノービス A になった6年は3位。土下座をしたという中学1年生で出場した7年の全日本ノービス選手権では優勝しています。スポーツ指揮者順風満帆なスケート人生に見えるが、 これだけの戦績を残している羽生結弦選手ですが当時は今以上に練習環境に悩まされ続けていたんですどう、スポーツ指揮者その詳細をスポーツライターの梅田京子さんが教えてくれた羽生結弦選手の最初のホームリンクはコナミスポーツクラブ戦でしたしかし経営難のため閉鎖してしまうという話があり そこで練習していた選手や、その後家族は、リンクを存続させるためにとにかく手を尽くし、署名活動もしていました、梅田さん。いかどう同期に勝てず、悔しい思いも羽生結弦も、その活動に参加した。当時は、堀江門こと堀江貴文さんが、プロ野球球団、大阪近鉄バファローズの買収に名乗りを上げた。 頃でした堀江さんが仙台に来ることを聞きつけて、リンク存続のためスポンサーになってほしいとお願いするために、新幹線の駅で堀江さんの到着を待って嘆願書を手渡したのです。しかし、当時はまだフィギュアの注目度が高くなかったことがわざわいした。堀江さんは、嘆願書を受け取りはしたものの、 返事はなくあっさり無視。結局、コナミスポーツクラブ戦は閉鎖されました。コーチや有力な選手たちは、環境が整っている名古屋への引っ越しを決めていたので、残された選手たちの間には、もうスケートはやめようという空気がありました。その後、羽生結弦は、勝山スケーティングクラブに、練習拠点を移すことに。 アクセスが悪かったので、しっかり練習することができなかったようです。小学生から中学生にかけての時期は、練習量がものを言う世代。そのため、同期に勝てず、悔しい思いをすることもあったでしょう。そんな時に、かつてのホームリンクがアイスリンク仙台として復活。7年の出来事でした。しかし、 営業時間が短かったり、製氷者がなかったりと手探りで運営している状態。選手たちは大変だったようです。練習環境が整っていない場合は、別の地域や海外に合宿に行く選手も多いという、リンクの氷は数年に一度、全部を溶かしてメンテナンスし直す必要があります。その間は1。 2ヶ月ほどリンクが使えないことも、羽生結弦選手と同い年の村上佳菜子さんは仙台より環境に恵まれている名古屋が拠点でしたが氷のメンテナンス中は沖縄に自主合宿に行っていましたよつまり練習のために学校にまともに通うことが難しくなるのだ宮城の環境を整える決意それは地域のリンク事情や 選手の数でも変わってきますが、羽生結弦選手の場合は、学校の先生をしていたお父さんの教育方針で、学校を休んで練習をしたり合宿に行ったりするのは反対されていたそうです。リンクの事情や家庭の意向があり、羽生結弦選手もご家族も悩んだ時期だったと思います。前の都コーチも 次のように指摘しながら土下座の理由を推察するリンクなどの環境の変化があり精神的にいろんな影響があったでしょうどの選手もこうした影響は受けますが血源は特に感受性の強い子供でしたからそんな頃に血源が土下座をしたというのは。 自分が一生懸命に練習をしていても、反省する部分があってのことだったのでしょう、冒頭のテレビ番組への出演後、独占インタビューに応じた羽生結弦は、宮城県のフィギュア競技育成環境について聞かれると、こう答えた。まだまだ環境的には恵まれたものではないと思います。そういうい点に関しては、 僕自身がお手伝いできることはお手伝いしたいなという気持ちはありますし自身がここからさらに練習していきたいなという気持ちが強くあります上手くなるためには僕自身が動いて僕自身のためにも環境を整えなくてはいけないという気持ちも正直ありますリンクがなくなる事態に直面した経験があるだけにシビアに考えているのだろう 環境づくりのためにどのような支援をしていくのか未来のフィギュアスケーターのためにも頑張ってほしい梅田京子9年から在米著作に今川智子との共著フィギュアスケートの魔力文春新書など多数長女は米国認定フィギュアスケートインストラクターとして活動中